はい、梅南子です。こんにちは。今日のニュースですね。令和バブル突入なの？日経平均30年半ぶり、3万円突破ということで、いやー、ついに来ましたね。昨日ですかね、昨日、終わり値で、日経平均株価3万円を突破して、先週ですね、動画上げていて、2万9000円突破しましたっていうのを上げていたんですが、まさかね、1週間で1000円ね、上がって、3万円の大台来ましたよね。私もですね、投資経験十何年やってるんですけども、この日がね、来るとはね、思わなかったですね、3万円というのが。当初はもう日経平均が1万も行ってなかった時なので、2万行くのも夢のまた夢だったのが、いつの間にかその2万になって、で今回3万円ということで、いやー、しかもこのコロナ禍で、大体ですね、13日に福島の地震があって、ああいう災害とかって悪材料として、次の月曜とかに下がるんですけど、それをもう加味して上がるっていうのはですね、もうイケイケのですね、じょ、あのー、状態なんでしょうね、日経平均。週明けのですね、15日の、東京し、株式市場の日経平均株価は、大幅に反発して、終わり値が前週末比、564円8000高の、3万84円15銭とバブル経済期の1990年8月2日以来、約30年半ぶりに3万円の大台に乗せたということなんですよね。日米が、新型コロナ禍のウイルス禍の景気政策の対策で進める大規模な金融緩和や財政、出動に加え、日本の昨年10月から12月期の実質国内総生産 GDP 速報値が大幅にプラス成長だったことが追い風になったということで、本当かって感じですけどね。ワクチンがですね、今広がる、普及がですね、広がっていって、で東京日本の感染者も少ないというのもあって、順調な回復の期待がですね、広がっているのかなと。で決算発表でもですね、業績予想をですね、上方修正する企業が相次いでいるというのがあって、3万円をですね、回復するのはおよそ30年半ぶりですねっていう感じ、ことなんですけども、いやー、30年ですよね。長かったというか、人それぞれどう感じるんでしょうね。日経平均株価は感染拡大による経済の打撃で、2020年、2月から大きく下落して、3月下落には1万6000円台となったが、世界の中央銀行は金融緩和で、大量の資金を供給し続ける中、上昇基調をたどっていったということで、これ前回の動画で2万9000円行った時にちょっとお話ししたと思うんですけど、ちょうど1年前ですね、すごい下がって、あえて売らないで持ってましたっていうことで、結果的には良かったんですけどね。期待がですね、先行する形で投資資金が株価を押し上げているが、実際の経済状況からはかけ離れたペースなのではという警戒する声も聞かれるということで、去年のあれ、その1万6000円からもう倍近く上がってますからね。で、これがですね、昨日の、15日の月曜で、で、今日の16日は、一時期ですね、終値の上昇幅6、1回600円超えてるんですよね。600円超えて、終値がですね、383円になって、今日も上がってるんですよね。なので、終値が3万467円ということで、30年前にですね、日経平均の採用銘柄225種のうち、現在も採用されている銘柄は、全体の3分の1っていうんですよね。
で、その構成比で大きなウェイトを占めている、ファーストリテイリング、まあ、ユニクロですね。ユニクロとか、ソフトバンク、ファナックとか、あと東京エレクトロンなどが、採用されたのが、2000年以降なので、単純な、比較は難しいんですけども、それでもですね、3万円回復は象徴的な説明と言えるようなんですよね。で、今日はですね、ユニクロが、1株あたりの株価が10万円を初めて突破したっていうことなんですよね。上場来高値、上場してから一番高いということで、で、終値が前日比の、304、あ、3040円ですね。で、3.1%高の10万200、10万200、あ、10万2500円ですね。で、東証は100単、えっと、100株単位で取引してるので、ファーストリテイリングの株価の投資は最低でも1000万以上が必要となるため、多くの、個人投資家が手が出せないっていうことで、まあそうですよね、100、1株100万の、1000、100、100株の単位でやってるので、1000万以上必要ってことなんですよね。逆に誰が買ってんですかね。おそらく単元株で買わないで、少数の買えるやつでやってんでしょうかね、買うとしたら。まあですね、金融緩和を背景に日経平均株価が高騰し、中核的な、まあ、構成銘柄であるこのユニクロファーストリテイリングが値上がりして、まあ、日経平均のその225種で構成する歴史的な経緯から、一銘柄の動きが指数全体に及ぼす不要度っていうのが、影響がですね、10%を超えてるみたいなんで、この影響が極めて大きいってことなんですよね。まあ、ユニクロが動くだけでも日経平均がだいぶ違うという形で、まあ、逆を言えば、ユニクロがダメだと日経平均も下がるっていう傾向があるんですよね。ウェイトというか、その影響力がやっぱり多いんで。で、あと前回の2009、2万9000の時に行った、もう、の時にも言ったんですけど、大体7割が外国人投資家っていうんですよね。なので、まあ日本だけの問題じゃなくて、まあ外国の投資家の方が多くを占めてるので、結構その判断というか、どっちに転ぶかっていうか、外国の人がメインで持ってるので、なんとも日本の頑張りっていうだけっていうのじゃでもないっていうことなんですよね。まああと新型コロナワクチンの、まあ、期待、今順調になってますけどね。で、景気の先行きっていうのがすごい不透明で、株価上昇は実体経済と乖離して過熱感があると指摘されているということで、まあね、その通りだと思うんですけどね、ちょっと私もこれから買うっていうのはちょっと控えて、徐々に売っていこうとは思って様子見る感じですかね。今から2倍っていうのはさすがにないと思いますんで、で、どこで売るかっていうのを今考えています。まあ大体そういう時に下がっちゃうんですけどね。まあ、あと GoTo トラベルの、まあ、一時停止があったりとか、まあね、飲食店の時短要請とか、まあ、コロナ禍でますます、ね、経済の打撃はですね、受けてるのに、なんかその日経平均株価が上昇中っていうのもちょっとよくわかんないのと、あとその30年前っていうのはちょっと比べ物にならないのかなと思ってて、まあ、インフレとかその物価の問題があるので、さっきの構成銘柄も違うので、単純にちょっと株価の数字だけ見ると、確か30年ぶりなんですけども、ちょっと比較がですね、もうちょっと違う比較をしないといけないのかなとは個人的には思いますね。で、あと、まあ、株価っていうのは、前もの動画でも言ったんですけども、なんか投資経験、金融庁の、発表している投資、データで、何らかのなんか投資経験を経験したっていうのがなんか4割ぐらいいるらしいんですね。これもなんか多かったんですけども、まあその4割の方が株とかを持ってるってことは、多少なりとも恩恵を受けているので、まあ富裕層だけ、まあ私もね、全然富裕層でもないんですけども、まあ多少なりとも恩恵を受けてるのかなと。なので、その普通預金だったり、その銀行に預けておくよりはいいのかなとは思いますね。で、年金のですね、まあ、運用額も上がったりとか、将来の、ね、破綻っていう不安もですね、
まあ、ある意味超公平なシステムなのかもしれないですね。その自分の判断で、普通預金というよりは株を持ってた方がいいのかもしれないですね。まあ、でもこれから落ちるかもしれないですけどね。で、このうちですね、まあ、国内の決算が良かったっていうのもあって、トヨタが、まあ、前回あれですね、ニュースで営業利益を一気に7000億円も上方修正して2兆円の大台を乗せたと。で、達成すれば2兆円突破は、2018年3月期から4期連続となるということなんですよね。で、大幅に修正がつながったのは第3四半期の10月から12月の業績が良かったと。で、この3ヶ月のトヨタのおよびレクサスブランドの、グローバル販売は261万6000台で、前期同期を7%上回ったということで、まあ、海外の経済が回復しているのと、車がもうバカ売れしてるんですよね。トヨタとレクサスですかね。まあ、あとは市場について、なんかこの頃ですね、株価上がるたびにアメリカのそのバイデン政権の経済対策期待とか、ワクチンの接種の広がりに対する期待とか言っていうことで、なんか同じ材料で上がっていって、材料が出て上がるっていうのが株価の基本だと思っているので、なんかその材料がない割に上がっていってるので、そういう意味ではちょっと不思議な感じはするんですよね。新しいですね、株価の要因がわからないのに、なんか上がり続けてるっていう解釈なんですよね。まあこれからですね、本当にどうなるかわかんないんですけどもね、日本ちょっとですね、タイミングを見ながら、ね、株価、タイミング見ながら、どうするか決めていきたいと思います。どうも本日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルがためになったと思う方、チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。